ですね、検証ということでスーパーファミコン版の龍子の剣を今やってます。結構ね、あんまり違和感ないですね。本当になんかパッドだと光剣がすごい出しやすいんだけど、あうちゃんとね、アップもしてくれますしね。まあなんていうか、あ、痛い。アップのちょっと大きさはちょっと拡大はあんまりないですけど、あーくそ負けだ。ズームがねちょっと甘いっちゃ甘いんですけど、でもねスーパーファミコンにしては完成度高いと思いますね。こんだけ完成度高かったら全然文句ないと思うな。おーし、オーケー、オーケー。あー遅い遅い遅い、ほらえい、光剣めっちゃ出しやすいんですけど、光剣がで、なんかね出が早いような気がするんだよな、光剣。気のせいかな、変わんないかな、俺はそう思った。早いんだよね、なんか一つ一つのモーションが合う。よし、 OK、 光剣とカポン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 、でオッケー、オッケー。ちょっとねミスタービッグと戦いたくてねここまでやったんですけどね、なんか全然違和感ないでしょう。このプレイ動画を見てて、そこには俺のボスがいる、全然違和感ないっすね。アケコンでやってもなんかあんまりどっちでやってるのかよくわかんないかなっていうぐらいわかんないと。これ覇王昇降剣一応取ったんですよ。体力アップ、これ連打結構難しいんですけどね。幼虫割り、はい、レディースタート。なんかどうかな、こう4 3に、あ、やばいかも。あ、無理か。無理だった。ボーナスはもらったけど。修行に失敗した。あ、体力アップしたな。一応アップしましたね。よしよしよし、いいぞ。覇王昇降剣。使いたいんだけどな。よーし。来たなー、ミスタービッグ。おお、オッケー、当たった。あお、倒れてくれる。お、なんか倒れてくれますね。あお、オッケー、当たった。弱え、なんか全然強さが違うんだけど。なんか全然違うんだけど難易度が。これいちいち倒れてくれるんですよ。な、オッケー、ほらこうやってアーケードじゃ倒れてくれませんからね。危ない、見てからでも間に合うぞ。オッケー、おし、いた、くそ、オッケー、もう倒した。全然弱え。難易度下げてやるんじゃねえかこれ。目の時間にガレット城を探せ、不安の格闘家がお前を待っている。弱ビッグ、全然違う。妹は無事やろうな。いやー全然違いますね、強さが明
あれ飛んでこないな。行って。危ない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 。オッケー。おお、消してくる。はい。危な。うわー、覇王昇降剣だったのか。くそー、覇王昇降剣消してやればよかったな。くそー、全然気づいてなかった。タレをカポン。あー、逆にーこれはいた。オッケー、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 おーし、しゃ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 、起き上がりに重ねられるぜ、簡単に。おーつ、こうはいかないもんな、アーケード版だと。たまにやっぱガードされちゃうもんね。オッケー、オッケー、全然当たる。うわー、リューコランブだった。マジかー、嘘だろー嘘だろー、出してくるのか、あんなに。ちくしょう。ちょっとエンディングまで行きたいですね。せめて。くそー、まさかリューコランブで来るとは思わなかったな。あ、ガードした。冒険。うん、うん。飛んだ。オッケー。弱いなぁ。さっきそれに負けたんだけど。なんかでも、やっぱ全然違うぞ、強さが。簡単に蹴り食らうもんな。ああ。カポーン。オッケー。オッケー。うん、いた。オッケー。オッケー、勝ちました。手応えねえな。これ難易度低いのかな。言わねえ。なんでやめてお兄ちゃんだけ声入れたんだろう。顔が明らかになってる。な、ストーリーが濃くなってるぞ、アーケード版より。リオ、わしはお前たちの元を去ってからロネットを事故死させたやつを追って各所を回し歩き回った。やがて私はこのサウスタウンへとやってきたのだが、なかなか手がかりがつかめず、私は叫びたりの生活かな。自分で言うかね。ギャンブルに手を出し。なんでこんなに、こんなに面白いんだ。ああ、ギスアドだね。やつは足の借金を肩代わりする代わりに。ああ、授業の手助けをしてほしいと言ってきた。ああ、なんか、悲しい話なんだけど、なんか面白いな。ギースと、奴の部下、ビッグとの密談を聞いてしまったのだ。ギース様、ここまで来ればサウザンを手中に収めるなど、もはや時間の問題でしょう。ただ、ジェフ・ボガートとかいう男。なんかおかしいよな、ミー、親父。それなら、すでに手を打ってある。
まあ、出てきたあのタクマとかいうとこ、キューは極電流空手の師範とか、ストリートファイターと称しジェフと戦わせ奴を消す。その後でタクマを消せば何に造作もないことよ。ギースか、そいつが黒幕っちゅうわけやな。よし、ワイが軽く片付けたる。ロバート落ち着け、父さん続けてくれ。後で分かったことだが、奴も剣の達人らしく、奴の手でその男を始末できただろう。だがそんなことをすれば実業家としての地位が危ぶまれる。そこで奴は極限流空手師範のわしの存在を知り、その力を利用としたわけだ。無論わしはそんなことは応じなかったが、奴はユリを人質にとって、わしは奴の言うことを聞くしかなかった。なんて奴だ、卑怯な真似をしやがる。リョウ、それにユリ、突然お前たちの前から去った上に、こんなことに巻き込んでしまって随分と苦労をかけたな。わしはお前たちに父親らしいことを何もしてやれなかった。わしを許してくれ。なんだこれ、ストーリーめっちゃいいじゃん。わしは父としても人間としても最低の人間だ。お父さん、お兄ちゃん、お父さんを許してあげて。父さん、もういいよ、無事でさえいてくれたら。生きていてくれさえすれば俺は何も言うことはないよ。リョウ、すっごい濃いんですけど、数日後、タクマは極限流空手師範の座を息子のリョウへ譲り、自ら町外れに小さな道場を開き、一夜指導に当たっていた。一方、道場に戻ったリョウとロバートはさらなる修行を続けた。オラオラ、どうしたリョウ。望むところだ。わあ、ストーリーめっちゃ濃いじゃん。すげえ濃いんですけど、ストーリー。わあ、びっくりした。こんなにストーリー濃いの？裏にはこんな話があったのかな？正当なんだろうか？アーケード版を正当とするならこれはどうかなっていう感じだけど、でも大体の流れはこれなんですよね、きっと。で、ユリはその自分の弱さを恥じて修行して、竜子の剣2では自分の拳を武器に戦うわけですよね。うん、なるほど。竜子の剣2とつながる話としてはこのエンディングいいですね。アーケード版のエンディングより全然いいじゃんね。ちょっと笑っちゃったけど。はい、というわけで検証の竜子の剣ですね、検証を、まあ、アーケード版とスワミ版の違いということで途中からですけどやりましたんで、ヒン旋風劇だというわけで終了したいと思います。ありがとうございました。